まいよな。マンゴーチーズ、クリームチーズうまそうじゃん。ねえ、私甘いのと一つ。そうやって取る。Thank you.
いい。どこから行こうかね。奥から行った方がいいのかな、これは。そうです、このベトナムレストランで私が食べたものはバーミチェリというですね、なんか
冷たいヌードルと野菜がたっぷり入ってこうねソースをかけて混ぜて食べるみたいな感じの美味しいものだったんですけど、最後締めはちょっと辛くさせていただきまして、辛味を加えて美味しくいただいたんですが、この一コマはですね、かおちゃんが今回は車を出してくれまして、彼女おすすめのイタリアンデリーカフェに向かっているんですが、この車に乗っている間ですね、爆音で曲が流れていたんです。彼女のお気に入りの曲、それが TM ネットワークの、ゲットワイルドっていう曲だったらしいんですけどね、私はこの曲聞いたことあるけど、ワエンダ一人ではミャ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 っていう曲ですね。で、俺聞いたことあったんだけども、曲名とか誰が歌ってるのは全然知らなかったもんでね、この曲が流れてましたって言いたいだけに、まず一番初め、玉置浩二が歌ってるものだと思って、玉置浩二でいろいろ調べて、それで多分小室さんかなと思って小室さんでいろいろ調べまして、やっと見つけてものすごい時間かかったんですわ。まあ、そういうことでですね、この一コマを説明するには私はものすごく時間をかけて誰が歌ってるかと調べたっていうことなんですけれども、その曲は爆音で流れていたと。で、彼女の運転がとっても素敵で私は揺れまくっていましたっていう一コマでございました。はい、かほちゃんおすすめのイタリアンストアに行きます。こういったお店はハワイでは珍しいですね。イタリア人が経営しているイタリアっていうだけのものが置かれているお店だったんだけども、こういった感じで、彼女がホールドしているのがピスタチオのスプレッド、なんかパンとかに乗せれるやつもあったし、イタリアから直輸入のオリーブオイルだとかパスタとか、ジャムとか、なんかそういったものがいろいろ置かれてました。で、私が手に取ってるのは、ローストナスだね、エッグプラントってナスなんだけど、ナスとあとオリーブが混ざったような感じの、ものがあって、でこれは多分、ガーリックトーストとかに乗せて食べたらすごいうまいと思って私はそれを買いました。で、このお店のオリジナルの、ね、そこで作っているチーズがあるんだけど、それも2つモッツァレラチーズかな、それも2つ私は購入しました。このお店は他にハムとかサラミを、量り売りしていたり、あとはデリーだったんでサンドイッチとかを売ったりしてて、あとそうですね、コーヒーエスプレッソとかも売ってて、とてもいい感じでした。すごくおすすめです。すごいピザがかおちゃんはおすすめらしいですよ。はい、それで無事お家に帰ってきまして、この今見せてるのが大きめのモッツァレラチーズが2つ入ってて、これは小さめの丸いモッツァレラチーズが、6個7個ぐらい入ってるのかな。で、さっき説明したナスのエッグプラントのやつですね、オリーブも入ってて、なかなか美味しいやつです。で、そのお店の近くにこの The Rice Factory Honolulu っていう日本のお店があったんです。お米のお店だったんだけど、そこに入ってこのサーマボロボロっていう、なんかご飯にかけたら美味しいよ、おにぎりにすると美味しいよってあのお店の人が言ってたんで、それを購入しました。それでですね、私のお隣のお隣のお家に台湾人の奥様が住んでいるんだけれども、彼女がお庭にですね、たくさんのオーガニックのハーブを育てれて、こういった感じで、で、いつも取りに来い取りに来いって言ってくれるんだけど、今日はそのチーズを買ったから、もうもちろんバジルとトマトと一緒に食べたいと思って、家帰ってすぐ連絡して、バジル取りに行っていいかと言ったら来いって言ってくれたんでですね、彼女の自家製のオーガニックのこのイタリアンバジルと、あとタイバジル2種類あるんだけど、それをね、タダでいただいて、もうものすごくいいご近所さんなんだけど、それを洗って、カットしてですね、指で、でチーズ今切ってますね。で、このチーズなんか半分にカットして、でなんか包丁で切ろうかと思ったんだけど、全然あのレイヤーになってて、指でこう引きちぎるっていうか、そっちの方がなんか旨味が出そうっていうか、なんて言うんだろう、
包丁でカリカリっとこうまっすぐに切るよりかはこうほぐしていくみたいな感じが一番良さそうと思って、今こうやって指でほぐしながらトマトの上に乗せてますね。もうこれをやっている最中ずっとも早く食べたい早く食べたい早く食べたいと思ってるわけですよ。もうこのフレッシュモッツァレラチーズとか最高でしょ。でお家にあるオリーブオイルをたんまりかけましてですね、でお家にあるピンクソルトをかけましてですね、で胡椒はどうしようかなと思ったんだけど、まあとりあえずちょっと横に置いといて、もし必要だったら後でかけようと思って、それではい出来上がりました。食ってやろう食ってやろう、美味しそうじゃねえか、うん、ということで私はこれにかぶりつくわけでございます。皆さん知ってますよね、私が食べることが好きなの。私が高校卒業して調理師専門学校に2年間行き調理免許を取ったこと、皆さん分かりましたよね。だから私は食べることが大好きですよ。それだけはやめられないね。うまいんだ。こんなね手作りのフレッシュチーズと取れたてのオーガニックのバジルとコストコで買ってきたハワイ産のトマトとあとオーガニックのオリーブオイルかけてピンクソルトで食ってみなさい。あんた目ん玉が飛び出ます。あーちょっとびっくりしましたね、声が大きくてね。でもそうなんですよ、うまいよ。このシンプルでね、この素材をそのまま食うっていうね、ちょびっとの味付けだけでそのまま食うっていう、こんな嬉しいことありませんね。こんな嬉しいことはない。これが自分が作ったトマトだったらどれだけうまいか。トマトだったらトマトですね。自分が作ったトマトだったらどれだけうまいか。それで私は考えたわけです。この買ってきたナスちゃん乗せたらうめえんじゃねえかっつって。で私はねちょっとテストしてみるわけですね。ほら見てくれ中ね、こうネチョネチョした感じじゃない、しっかり形が残ってんだよ。そうそうそう、ナスとオリーブオイルとなんかいろんなもの入ってますね。でこれを乗っけました私はね。でどんなもんかなとテストしたわけでございます。このナスちゃんにはですね、オリーブオイルとナスだけじゃなくってオリーブ自体もゴリゴロ入ってるわけですよ。ブラックオリーブとか多分グリーンオリーブとかそんな感じゴロゴロ入ってるんだけどね、このモッツァレラトマトとベージルのコンバインは決してうんまっていう感じではなかった。だけどこのナス自体っていうのはうまいから、パンをトーストして乗せるとかそういうやり方がまあ一番うまいだと思うんだけどもね、はい、このうまいダンスです。はい、美味しかったですよ、うん。そんでまあここでもうナスは用事はないかな、パンはもう切れてるしうちはと思いましてですね、蓋を閉め、そしたら気づくわけですよ。私の足元にはいつもジェイドがいるね。ジェイド、じゃあ抱っこしようか言って抱っこするんだけど、ジェイドこの子はですね、私のこと大好きだけどね、触るなよ俺のことは。まあまあ大好きだけど触らないで、抱っこなんてしたもんならあんた嫌よっていう感じの子なんですよ。ハロー、もうお風呂にも入って、トマトも食べて、美味しくいただきまして、私今何をしてるかというとですね、今日ヴィンテージストアで買ってたものを見せようと思います。ですね、まず一つ目はですね、このショーツを買ったんです。全部お店は違うところから買ったんだけど、これは15ドルだった。可愛くない？なんか部屋着とか、まあ、ちょっとそこら辺みたいなのでいいじゃない。で、あとは、私はこういう、わかる？シャツを買ったんでございます。ちょっともう、シワがくしゃくしゃしてんだけど、これね、20ドル。20ドルだった。これと、白いパンツ合わせようかなと思って、かわいいでしょ？で、あと、これはね、明日ね、ファザーズデーなの。だから、うちの旦那に買ったんだけど、見て、可愛くない？ワイキキビーチパトロールっていうヴィンテージの T シャツ、ギャップから出てたみたいね。そう、これは
55ドルしました。今日行ったこうポップアップみたいな感じでやってたお店とはまた違くって、あ、本屋さんだ。本屋さんの角っこにあった、ちょっとヴィンテージセクションのところで見つけたやつだったんだから、あ、よっしゃと思って、本当はサングラスをプレゼントしようか、サングラスかハットを買おうと思ったんだけど、なかなか見つからなくて、カイロの方まで行こうかなとか思ったんだけど、時間がなくなってきて、で、それで、この T シャツが見つけられたから、あ、かわいいし、こういうの持ってないからね、いいなと思って。そう。で、次は、このデニムのスカート、私スカート好きね。そう、こんないろんなところでさ、売ってて見落としそうじゃない？こういう系のスカートって。そう、これは10ドルだった。ね？カジュアルに着れるじゃん。で、その同じところで、このワンピも買ったの。これも10ドルだった。かわいくない？ひらひらの。ね？そうそう、ただのひらひらのやつ。なんかね、やっぱ大事なのが染みついてないかっていうのと、あと穴が開いてないかとか、そういうやつなのね。で、これはただの T シャツなんだけど、このね、ネットの部分がかわいいなと思って、そう、買ったんです。これはね、この子のブランド、インスタグラムあるはずね、10ドルだった。から買いました。かわいいでしょ？で、あと、T シャツ2枚買ったんだ。ヴィンテージの T シャツ。色がもう、かわいくない？ Jams って書いてある。Jams World、ホノルルハワイって書いてある。なんか多分、昔その行っちゃったイベントのヴィンテージ T シャツじゃん。ね、これは15ドルだったって。で、これもそう。これさ、超なんか昔っぽくない？これが前なのね。で、ガッチャって書かれてる。ガッチャ。むしろガッチャ。フロントウォーターインサニティで書かれてる。多分イベントとかお店の T シャツだと思うんだけど、色が可愛くない？なんか昔っぽくて、ヴィンテージっぽくてさ。そう、こういう感じのものを買った今日は。あと、グリーンのショーツ買ったんだ。そう、あとね、このグリーンのショーツを買ったの。ハイウエストで可愛いと思って。そう、これは20ドルだったんだ。そう、結構するでしょ。古着なのに。で、あと最後にこのね、このパンツはちょっと無視できないと思ったの。なんでかっていうと、なんかタオル生地じゃん。で、先になんかこの赤いラインがついててね、なんかパジャマみたいなの、でも可愛いんだよ。で、後ろにさ、こうやってチェリーズっていうのなんかついてんの。可愛くない？今度ビーチで行きたいね。そう、これさ、こんな感じじゃんか。こんな感じじゃんか。いくらしたと、これ40ドルしたんだね。40ドルしてね。帰ってきて履いたら、なんと、ちょっと小さかった。だから、サイズも見たんだけどね。ミディアム言うてます。うん。でも、ちっちゃい。ちっちゃいから、痩せるしかないんだね、私はね。そう、今日はこんな感じの買い物をしたんでございます。楽しかった。超楽しかった。超楽しかった。あのイベントは、あそこで何回目なのか分からんけどやってんのは、実際私が行ったことあるのに今日が2回目だったんだよね。自分とテイストが合うようなベンダーを見つけると、なんかもう置いてあるもの全てがさ、あ、かわいい、これもかわいい、これもいい、これもいいみたいな感じになるわけ。多分そのね、お店のそのオーナーの人、そのベンダーの人とその服の趣味が合うんだよね、多分そういう感じじゃん。で、いいお店いっぱいあって、すごい楽しかったですよ。ホノルルってかさ、ハワイってそういうイベントがちらほらあってもいいよね。今日は、その、リアップっていう、ヴィンテージだけの、なんかファーマーズマーケットみたいなのやってたけど、
カエルアの方でもさ、ファーマーズマーケットでなんかちょっとビンテージのお店がちらほら出てたみたいだし、同じ日にね、だからさ、欲張って全部行きたかったんだけど、なかなかカホちゃんでいるとですね、一個一個にとても時間がかかってしまうんですよ。楽しくなっちゃって、なんかそれでだんだんお腹とかも空いてくるじゃん、じゃあもう食うかってなっちゃったりとかして、そうだけどすごい楽しかったです。今日はそんな感じで、これ私のすっぴん、ちなみにね、今日はそんな感じのビデオでございました。見ていただいてありがとうございました。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。